はい、こんにちは。ギタリストの竹下敦です、本日ご紹介するのはこちら、ズーム G14 番、スケーター DRV ですね、はい、こちらのサウンドチェックをしていきましょう。使用するギターは、ストラトキャスターです。はい、まずリアのピックアップを使いまして、誰にでも弾けるロンリーハット、続けてフロントのピックアップを使いまして、誰にでも弾ける広島ナムルをお届けします。キャスターいいですよね。はい、今回ご紹介したね、ズームの14番スケーター DRV ですが、ちょっと深めのリバーブとディレイで、ちょっと音がねぐちゃぐちゃぐちゃってなりがちなんで、自分ではっきりとねニュアンスを出せるように弾いていかないと、音が回っちゃって何を弾いてるんだか分かんなくなるんで、こういう時こそね正確なピッキング、あとはまあフィンガリングねをしていくと良いかと思います。まあ、練習の一環としてこういうエフェクトをかけて練習するのもまた良いかと思います。今回使用したのは、スラトキャスターでした。渋いでしょ、なんか色がとても気に入っております。まあ、ギター始めるんで、ね、ストラトキャスターでもレスポールでもどちらでもいいんじゃないでしょうか。まあ、賛否両論ありますけど、まあ、好きなものを使うのが一番いいと思いますよ。まあ、自分が気に入ったものを使うのが一番、愛せるものを使うのが、ね、いいと思います。何かの参考になれば幸いです。それではまたお会いいたしましょう。